水原一平の融資を見届けた OB たちの反応集。懲役33年の男。33年近い期。33年間服役するだけで26億円チャラにする男。33年って日本だと殺人レベルの判決だな。どうにかしてあと4ヶ月プラスにできない。33年もギャンブルできないとか気が狂ってしまう。刑務所入ったら何日で死ぬか賭けの対象にされてそう。出てきた時72歳か。司法取引ありで懲役33年出所後5年監督処分か。ここから軽減するには被害額補填と罰金払う必要がある。26億返せるんです。もはや返せるかどうかよりもその罪を背負わせるのが大事だから。ギャンブルで一攫千金狙うしかないな。監禁どうすんだよ。翔平頼む。リリ兵に格の違いを見せてて。草リリ兵はもらういただきだけど、こっちは頂点の方のいただきだし。おじ無所でいじめられそう。一平ちゃんが収監されるレベルの刑務所だと日本人受刑者の仲間がいなそうなのもきつい。出所後顔も名前も売れすぎてて日本でまともに生活できるのかな。一平しくじり先生に出よう。アメリカンポリス沙汰はしくじりのレベルが高すぎる。歯の治療名目でも金せびってたらしいな。通訳に歯は命。歯ぐらい自分で直せや。金額バカでかいのにやってること小物で。草叩けば叩くほど埃が出てくるのひどすぎて笑う。シンプルなセコさ。大谷からもらった900万を懐に入れて大谷のカードで支払うライフハック。歯を直すから900万円ちょうだいってもらうだけでも面白いのに、実際の治療費は大谷のカードで払って合計1800万円せしめてるのが正直面白すぎる。歯の治療費もらってそれはポッケに入れつつ口座から引き出した金で治療したのは本物のクズにしかできないよ。これもうギャンブル依存関係ないな。大金が身近にあったからつい手が伸びた。ギャン中じゃなくて普通に人として悪党で。草魔が差したとかではない。最初から悪意しかないストロングスタイル。両親の呵責がここまでない人間がいるとは。マジで半端じゃないクズで驚く。頼めば歯の治療も全額出してくれる最高のホワイトな職場。俺がお昼代500円もらって飯抜いて500円ゲーセンで使ったのと同じか。500円もらった上で親のカードで飯食ってるぞ一平は。シンプルに泥棒じゃねえか。泥棒だよ。もう巨大ヒルとかそんな感じのスイッとり。余罪まだあるだろこれ。すべての悪事の手口を本にしたら売れそう。叩けば叩くほど出てくる全身誇り人間。お前、消えるのか。草あいつはもう消した。水原ゼロ兵バンナムの完全版商法を彷彿とさせる。ダムナテオメモリアへ。通訳か愛の献身。消しのぶマジックで消してやるのさ。この不思議な空間は。この挿絵、何か変。一平抹消ゾーン。大谷、一平いねえぞ。旧約大谷物語と新約大谷物語。素人の子らより面白いのずるい。世界最強の酒間メロン。なあ、大谷に専属の通訳がいたような気がするんだな。俺の記憶違いかな。マフィアに消されるか出版社に消されるかの違いだしたショーはね。ソビエト味を感じる。これじゃあまるで大谷がスターリンみたいじゃないですか。歴史の修正を見た。共産仕草やめろ。いないに越したことはないけど消すことによって意識を向けられた手品の手口か。トロツキーかな。エショフと同じ領域に立った男。バックトゥザフューチャーで写真が消えていくシーンみたい。マーチンゲール法が机上の空論であると嫌でも理解させる男。チェンソーマンに食べられちゃったか。くばくばバレたら俺消えっから。この本を一平すったろうに差し替え版出さないといけないの大変だな。一平だけに最初からいなかったことにするのは違うだろ。成功者には必ずヤバい奴が寄ってくるっていうのも大事な教訓のはず。でも教材としては載せておいて、こんなすごい大谷のすぐ隣にいたのにこんなことになってしまいました。皆さんはこうはならないようにしましょうの方が効果的なのでは。むしろ一平をギャンブル依存症や嘘つきは身を滅ぼすって寓話として教科書に載せるべきだろ。 WBC 優勝からの遺跡と結婚で人生の絶頂の中、二人三脚で歩んだ通訳さんに裏切られても大谷さんは立ち直りましたも彼のストーリーの大きな1ページになると思うけどな。こんなろくでもないエピソードを子供に読ませるのもな。なんでや、家族でもないのに何でもかんでもお世話してくれる人は怪しいので全面的に頼り切るのはやめましょう、というめちゃくちゃ生々しい教訓が得られるやんか。
すいません、それは中学生から学ぶべきことなんです。幼児の頃からそんな汚い世界を見せる必要はないんだ、当然なんだ、仕方ないんだ。62億円はお父さんが1000年お仕事をしても稼げない金額です。こんなので消してたら国語の教科書なんて空白まみれになるだろ。水原ジェイミン一平が歴史に残るレベルの詐欺しすぎて一般的な犯罪者への扱いとは別次元にならざるを得ない部分がある。一平の尽力をなかったことにするのはな、明らかに給料以上に働いてたと思われるのに。給料以上の金盗んでいきやがって。年収6000万とか言ってたから給料の40倍働いてたんだろうな。24億使い込んだなら、まあ普通は通訳はそばにいたとしても描きませんよね。そもそもなんでただの通訳が相棒面して絵本に書かれてたんだよ。事件前になんで通訳が相棒ずらしてんのとか言ったら、いや大谷がこう言ってるんだけどって無数に記事出せる状況だったのに、事件起きたら加工改変するのは良くないだろ。紛れもなく相棒でしたよ彼は。これよく言われるけど、通訳ってのは便宜上の呼び名で、メジャーでは通訳兼マネージャー兼運転士兼雑用係兼世話役兼練習のパートナーだったりするので、出なきゃいくら大物の通訳でもあんな大金出さねえよ。実際水原があっちでの生活サポートしたり野球の練習メニューに付き合ったりしてたよな。金も盗んでただけで。だけじゃねえ、口座の差が微塵ことは癖性くらいあるだろ。そもそももともとそこに一平書く必要あると思ったが、元の場面がこれなら一平いるわ。まず大谷の絵本ってなんだよ。大谷の金でオレンジに全かけ。大谷翔平を支える存在として英語の教科書よりお墨付きをいただいている。英語の教科書で成功を支えた人たちってテーマに一平出てたらしいけど、どうなったんだろう。裏切ってたわけだけど、成功を支えたのも事実ということで。成功を支えてそのすねをかじりむしゃぶりついてただけだから。存在がなかったことにされるって泣き芸のヒロインみたい。一平、君がいなくなったら挿絵がガランとしちゃったよ。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。消されるな、この思い。忘れるな、我が痛み。デコピンに差し替えとけよ。悪人が出ている。正論パンチ好き。どうしても記憶や記録に齟齬が生じて疑問に感じる人が現れて、その度に組織が消して回るんだよね。大谷が1男とか3に講師支えられてたのは事実なので、ドキュメンタリー映画とか作ろうとしたらどうすんだろうと思う。ある意味山場ではあるだろ、友人の裏切り。魔が差したタイプならドラマにしやすそうだけど、最初から裏切り前提の裏切りを明かすのなんか違うジャンルの話になりそうだな。ナビキャラが裏切るのは盛り上がるからな。ある意味山場ではあるけど、野球選手のドキュメンタリーに求める面白さじゃないよこれ。偉人の物語にはユダヤ区が必要だからな。規格外の偉人には規格外の裏切り者が現れるということか。大河ドラマ、翔平、朝ドラマ、一平。途中まで同じなのに急に別物になる。アメリカで一平騒動テレビシリーズ化決定。令和のジョーカー。ネタにするにしてもハラスにねえか。この手のものは水物だし、何より向こうはテーマに飢えてるので、早ければ早いほど良い。掘れば掘るほど大悪党だもんな。ララランドの制作スタッフが関わると聞いて、ちょっと名作の予感がするんだが。まあ制作決定レベルの話なら、実際に放送されんのは数年先とかだろうし。脚本家あたりの人種の創作意欲を刺激しそうだとは思ってたけど、早すぎる。大谷をモデルにした作品より一平をモデルにした作品の方が面白くなりそうなのはなんとなくわかる。大谷がホームラン打つたびに一平が博打で負けるシーンが挟まれる。大谷メジャー1年目から巨額横領に備えて着々と準備を整えていたって、クライムサスペンスの領域なんよ。世界的な大スターのマブダチみたいな有名通訳が実は真っ黒だったとか、そりゃドラマ映えする。海外のこういうフットワークの軽さ好き。犯罪抜きにすると面白い男すぎるからな。ギャグみたいななりすましや、一番お世話になった人は一平さんですの翌日犯行に移した話はドラマに仕立てたくもなるだろう。世界レベルの大セレブからアリエン金額着服したんだから、空は大成しかないわ。見たいか見たくないかで言えば、今日見たいのが困る。大谷からヒーローインタビューで、一番お世話になった人と感謝を伝えられた翌日に、最初の大谷マネーギャンブルに手を染めるくだりとか、絶対名シーンになるぜ。報告書見ただけでこんな面白い事件ないよ。大谷の社会保障番号とパスワードを脳に焼き付ける一平、大谷にバレないように連絡先変更の連絡をもみ消す一平、疑ってきた会計士を攻撃して撃退する一平、疑ってきたバレロを説得する一平、そして X デイ。タランティーノ映画に出てくるタイプの悪党。
高顔無知でカスだからギャランティー請求してきそう。歴史から消された機体の詐欺師、彼の言葉から物語は始まる。それは存在を消された男の物語。夜遊びがテーマソング作ってほしい。夜遊びってそういう？昼にも遊んでたけど。タイトルは何だろう、一平？タイトルは、翔平にしてほしい。なんジェイミン、その真実。一平、世界を騙した男。100日後に捕まる一平。ショー&ペイ、輝かしいショーの裏で繰り広げられるもう一つのショー、だがその代償はいつかは払わなければならない。最後は刑務所内で一平が不敵な笑みを浮かべてその後にスタッフロールが流れる。アメコミヴィランがされてるガキガキの高速具つけられてそう。最後は無所でインスタントラーメンを大谷の勝ちにかける一平だな。へい一平、お前はどっちにかける？もちろん、彼が勝つ方に今夜の夕食を全部かけるさ。ファインプレイ。その時歴史は動いた。芸術的なツーショット。M1 優勝だろこれ。報酬の9割後払いにしてる時の一定好き。今見ると顔が面白すぎる。チームの補強のためにも金が必要だから後払いでいいよという素晴らしい提案。ドラマ化決定した瞬間。ギャンブルしてるやつが後払いでいいとか言うわけねえだろって大谷さん無罪論の強い根拠になったやつ。一平がヤバいやつなのはこの頃気づくべきだった。これ追い出されて不適されてんの受ける。まあでも通訳以上のパートナーとして喜ぶ気持ちはわかるし、この時点でやべえやつだったとは思わないじゃん。一平が突っ込んだ時はコーチとか選手に近いスタッフも駆け込んでない時だからめっちゃガードされてんな。優勝の瞬間お前は違うだろされてすごすご変える一平好き。とんでもない化け物だった。光が強ければ影も強くなるのだ。寿司とか侍みたいに海外で通じる一平。大谷が強くなれた理由。髪がちょっと大谷最強にしすぎたなって思ってバランス取るために使わした男。化け物には化け物をぶつけんだよ。大谷翔平という太陽が眩しすぎたのも彼を狂わせる原因に。大谷が凄すぎるからギャンブルします。って理論としておかしいだろ。相棒キャラがとんでもないクズだったとかベクターかよって言われててくさ。ベクターすら最後ほだされてたからそれ以下だろ。ここまでされるほどの悪いことした？それはした。下手したら大谷が無実の罪で球界から永久追放されるところだったんだからな。金持ちからちょこっと金を盗んだだけで血も涙もねえ。やたらと表にシャシャリ出てくる裏方の人間がまともなわけがないという至極真っ当なことを再確認させてくれたコンテンツ。一平がいたから楽しかった。大谷が水原を恩人と思って感謝したこと、そんな瞬間があったこと、これは全く嘘じゃないんだよな。翔平大谷はお前のマザーじゃねえんだぞって球団が一番笑った。一平いなかったらグローブもっと配れたのかな。もう一波乱あってほしい。叩けばまだ埃出てきそう。個人的な悩みなんだけど一平ちゃん買うとき頭にちらつくのマジで嫌。